バランケスからチャオ、前に出るディフェンスは大崎電機、シュート決まりました。190センチ以上が6人います。シュートここは決まる。バランケスのゴールだ。メートルの実践に入ってプレーすることはできません。さあウイングに出したが、ここはキーパーの上打ち抜いた。センターですが、ここで入ってきた。シュート、しかしここも外してしまう。5番の柴山のプレー、暴れん坊将軍、ピボットのプレーは通っている。決まりました、打ち抜いた。最後は2番、そして早くもまた豊田豪勢が攻めている。あっと、ここ空いてしまうぞ。徳田、14対5。速いパス、縦パス通った、決まりました。5番の森龍太郎、さあ入ってくるぞ。いいパスから高さ、枝に当たって、ここはゴールに吸い込まれる。左へパス出す、シュートまで持ってった、決まります。最後17番は古谷雄生の得点です。チャオシェンちゃん、勝負に行く出村、決まりました。決まっています。のしかかってきます。さあバラスですから、ここは勝負行ったが得点です。最後8番の津波俊介、アドバンテージがあるということで7メートル。おっと、ここはキーパー止めました。これも25番元木、日本代表の。最後15番の田中大輔、堀ですね、堀ですね。シュートまで持ってった、ここはキーパーセーブ、ゴールキーパースローになります。そしてここで試合終了。